FIFA が公式で北朝鮮戦やらないと発表したって本当？それは本当なんだけど、とりあえず記事を見ていこう。日本代表北朝鮮戦は開催せずと FIFA 発表延期日程に余裕がない結果は切り継いで検討継続。没収試合来たー。いや、待ってくれ。これは最後まで読まないと。国際サッカー連盟 FIFA は23日、中止になっていた26日の FIFA ワールドカップダブル杯アジア2次予選北朝鮮 FIFA ランキング114位日本18位戦についてこの試合の開催及び日程変更はないと発表した。朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮サッカー協会が代替のホーム開催地を確定していないこと、この試合を延期するための日程に余裕がないことから、事務局は、この予選の試合は行わず、日程も変更しないことを決定したとした。あれ？記事がたった今更新された。タイトルも変わってる。日本代表北朝鮮戦は開催せず、日本の3レーフ戦勝延期日程に余裕がない FIFA 発表。は？本文もかなり追加されてる。日本サッカー協会 JFA の田島幸三前会長も前日23日に日程上、試合を組み直すことはできない。今後どうするかは FIFA の規律委員会で決めるものだと思うとの見解を示していた。FIFA も本件に関する、さらなる対応と試合結果については規律委員会に付託されると添えた。ホームの北朝鮮が開催を放棄しただけに、欧米メディアでは没収試合の結果となり、規定で日本の3レーフ戦勝になる可能性が高いと一斉に伝えている。その場合、日本はダブル杯2次予選4連勝となり、極めて異例の形で、戦わずして最終予選今年9月進出が決まる。最終決定ってのはこれからになるけど、現状では北朝鮮戦そのものはもうやらないって解釈で OK？ 私の解釈だと、北朝鮮戦をやらないことは確定。でもその試合の扱いをどうするか？ってのをこれから決めるってことじゃないかな。いや、この試合の扱いをどうするも何も、試合ができないんだから没収試合でしょ？規定により3例日本勝利。何も悩む必要も異論もないじゃん。その辺よくわからんな。みんなの反応も見ていこうか。この試合の開催及び日程変更はない、つまり、没収試合確定ということでいいのかな？それならまずは一安心。しかし、北朝鮮は間違いなくイチャモンつけてくるだろうからまだ注意は必要だろう。あと警戒すべきは AFC が北朝鮮のイチャモンに追随してくる可能性があること。もしそうなったら、JFA は AFC 脱退も検討するくらいの強気の姿勢を見せるべき。発表見た感じだと、北朝鮮戦なくなったのは確定。でも没収試合かどうかはこれから検討するっていうよくわからん状況ってことじゃない？マジでよくわからん状況だよな。日本で行った結果が日本の勝ちだったからこのような裁定であっても異論は出にくいのかもしれないけど逆だったらどうなるんだろうね。そのところが、結果は規律委員会で継続検討なんだろうけど、結果が出るまで待つしかないよね。待つしかないんだけど、普通に考えれば没収試合で日本の3例勝利よね。おそらく没収試合で日本の不戦勝になる可能性が高いですが、過去の没収試合を調べると全てが試合開始の直前や試合途中のトラブル、試合終了後に出場資格違反などの判明などで、日程も開催地も未定のままの没収試合はないですね。悩ましいところです。さて FIFA はどうするのか。そうなのか。まさに前代未聞なんだな。試合ができない以上、北朝鮮が勝ち点を得る可能性は事実上なくなった。日本戦のみを不戦敗とする、あるいは北朝鮮チームを予選失格処分にするかの二択だろう。当然の判断でしょう。今後は、開催云々の前に出場にふさわしい国なのかの判断をしっかりとした方が良いと思う。最終決定はこれからってことだろうけど、北朝鮮戦をやらないことを発表してるからこれは確定と見ていいわよね。問題はその試合の扱いをどうするか。この競技を続けて後日発表すると。どう考えても没収試合で日本3例勝利だと思うけど、どういう決定になるのかしらね。まあ何にしても、延期とか迷惑すぎることにならなくてよかったよな。今後にも注目だ。さてみんなは今回の件どう思ったかしら？高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。